こんにちは、仏壇ごと .com の高橋です。沖縄の仏壇ごとに興味がある人のための YouTube チャンネルです。さて、今日は長男は県外へ行ってしまったと。で、この長男さんからの質問だったり、ご家族からの質問だったりするんですけど、長男も県外へ仏壇を持つ方法3選っていうことで、今日はちょっと、いろんな方法があるので、そのメリットとデメリットとかっていうのをお話ししていきます。この、動画を最後まで見ると、長男が県外に行く場合、まあ、海外とかですね、沖縄にいない場合の仏壇の持ち方が学べるので、ぜひ最後までご覧ください。まず、一番のパターン。これ結構多いですね。沖縄に仏壇、墓を置いて通う。この通うってどれぐらいで通うかとも、行事通わないといけないので、せめて9本。シーミー正月ぐらいは通わないといけないかなと思います。でも皆さんご存知のように仏壇は1日15日もやりますし、他の行事もあるし、旧盆とは言ってもその前に七夕はあるし、旧の七夕があるし、お墓の手入れとか掃除とかもしないといけないしっていうので、結構私たちも沖縄に仏壇とかお墓あるんですけど、行ったり来たりっていうのをなかなかできなかったりするじゃないですか。なので、沖縄に仏壇、墓を置いて通うっていうのって、かなりの時間とお金を使います。で、労力も使います。お金がかかる。なので、ここのメリットとしては、沖縄に仏壇、お墓を置いて通うってことは、この本人が、長男本人が通うってことは、その他の親戚は、沖縄で、この人がいなくても、お墓に行くことができたりとか、まあ、仏壇のお家の鍵持ってたら、お家の、入って手を合わせることができるとかっていうメリットがあります。で、なぜかというと、この仏壇自体が、ここに、例えば自分のお父さんとお母さんが入っていて、お父さんが長男だった場合、そのお母さんとお父さんが入ってて、またその長男だった場合、お父さんとお母さんが入っているとします。で、これ自分のお父さんね。これ、長男、自分がいたとしたら、長男の自分ね、がいたとしたら、お父さんとお母さんだけの仏壇ではなくて、この自分は兄弟一人、まあ兄弟が一人なのか、まあ何人かいる、だったとして、ここのお父さんのお父さんも、お父さんの兄弟がいて、その上も兄弟がいてってなると、この人たち、みんな、この仏壇に手を合わせるんですね。なので、沖縄に仏壇を置いておいて、墓を置くっていうことは、この人たちが自由に手を合わせに行けるっていうメリットがあります。ただ、このデメリットとしては、さっき最初にイメージしたように、かなりの時間とお金がかかるっていうのと、全部、行事できるわけじゃないじゃないですか。1日15日とかね、毎回行くっていうのは大変なので、全部できないので、まあ、その分不足が出てくるっていう現状はあります。これがメリットとデメリットですね。一番最初のパターンの。で、二番目のパターン。自分、まあこれは長男ね。長男が住んでいる場所に仏壇墓を移動する。もし、例えば東京に住んでたら東京に仏壇も墓も移動する。北海道だったら北海道に移動する。ハワイとかだったら仏壇墓を移動する。っていう風に、やるパターンっていうのがあります。このメリットっていうのは、家にあるの、自分の近くにあるので、自分の近くなので、行事がやりやすい。これが一番のメリットだと思います。デメリットとしては、さっきの反対になりますね。この沖縄に仏壇、お墓を置いて通うっていうのの、反対になるんですけど、仏壇墓が東京にあったり、北海道にあったりすると、このお父さんの兄弟だったりとか、自分の兄弟だったりとか、その人たちが手を合わせに行くことができない。ので、ここもちろんこの人たちが、来れない分不足が溜まります。不足が出てくる。この、周りが手を合わせに行けないことで。に行けない。で、この本人、長男が移動したことについての不足が出てきます。やはり
これは過眠中の人とかユタの人とかにいろいろ聞くんですけど、沖縄の土地に、その仏壇があってお墓があるっていうのには意味があるっていうふうに、やっぱり沖縄の出身の方は、沖縄、この地元の沖縄の土を踏む、土の上にあるっていうのが意味があるんだよっていうふうに、おっしゃる方もいるんですけど、それが、まあね、自分の生きてる人の都合で、そこから移動させてしまうっていうのが、そのデメリットの一つかなと思ってます。で、あと、自分が住んでる場所に、これのハイブリッドって私は読んでますけど、自分が住んでる場所に仏壇は持っていくんだけど、沖縄に墓を置くパターンっていうのがあります。お墓を置いておけば、この人たち、この兄弟とかの人たちはお墓に手を合わせに行きます。で、仏壇は自分たちがやるので、この自分の行事がやりやすいっていうのは置いて、お墓は沖縄にっていう半々でやるんですけど、これも過眠中によっては、やっぱりお墓と仏壇が離れていること、物理的に離れていることで、不足はある程度出てくるだろうねっていうふうに、言われます。なので、正直、一番何がいいのねって言ったら、もう沖縄に、長男が住んで、仏壇と墓を見るっていうのが一番いいじゃないですか。これを私がこうやって言うと、だからそうできないから言ってるんだよ、どういうふうにっていう話になるんですけど、まず親戚とかがみんな一番いいと思ってるのはこれっていう前提を持って考えていけばいいと思います。だからといって沖縄に必ず残るっていうのが、自分の仕事上できないとかね、自分の夢を諦めてまで仏壇のことやりたくないとかですね、いろいろな考え方はあるっていうのは知ってた上での今この話です。なので、もちろん一番のベストは、ナンバーワンはもう沖縄に長男が住んで仏壇、お墓が沖縄にあること。でもできない状況っていうのがあることも分かっているので、その場合、この3つのパターンになります。で、私が周りを見ていて、多いなっていうのは、沖縄に仏壇、お墓を置いて通うっていうパターンがそこそこ多いんじゃないかなと思います。この動画見てる方でも、沖縄出身で、まあ、嫁いで沖縄県外に行ったっていう人もいますけど、逆、県外のところに、自分が嫁に行ったとか、奥さんが県外の人だからそこに自分が行ったとかですね。そういうパターンの方って多くいらっしゃると思うんですけど、自分の場合はこのパターンだよっていうのを、もしよかったらコメント欄にいただければ、他の人も参考になるかなと思ってます。で、自分が住んでる場所に仏壇、沖縄に墓を置く。もしかしたらこれが一番多いんじゃないかなって私は個人的には見ています。で、うち実家ね、実家今お母さん元気なんですけど、お母さんがお父さんの仏壇持ってます。うちのお父さんね。仏壇持ってるじゃないですか。で、うち弟長男がいるので、この長男は県外に住んでます。じゃあ、お母さんが亡くなりました。仏壇に入りましたってなった時、この仏壇どうするのって言ったら、一応その時に弟とも話しますけど、多分仏壇は向こうに行っちゃいます。で、お骨、お父さんのお骨は今お寺にあって、お母さんのお骨がまた出てくるので、それもまた寺に預けるのか、お墓作るのか、っていうのを話し合わないといけないですよね。なので、その時になってから考えたらいいんじゃないってうちの弟たちは言っているんですけど、私としてはやっぱり、うちのお母さんのことだけじゃないので、その親戚の付き合いだったりとか何だったりとかっていうのもやっぱりあるので、沖縄にあることがいいよねって思うけど、仕事の関係でやっぱり外で、ね、出てるっていうのもわかるので、この、今後、この人がどうしたいのか。例えば、よくあるパターンが、定年になってから沖縄に戻ってくるっていう方多いです。これは仏壇も持つためってもあるんですけど、やっぱり自分の出身の土地に帰るっていうのが自分の中ではいいっていう人が結構いて、まあ、65とかになって、70とかになって、ある程度、まあ、蓄えもあって、仕事もリタイアして、まあ、バイトぐらいで過ごせるようになったから帰ってくるっていう人も結構いますね。ここ何年かはそれ多いような感じがしてます。相談もやっぱり多いので。で、そういう風に、やるっていうのもありかなと思ってます。
か自分が親になった場合と自分が本人になった場合とでは考え方がまたちょっと違うかなって思うんですけど、やっぱりどれをやるにしてもメリットはあってデメリットはあるっていうのは覚えておかないといけなくて、理解しておかないといけなくて、そのデメリットっていうのがやっぱり親戚にね、なんであっちに持っていくのっていうふうに言われたりとかするっていうのが結構きつかったりとかして、それで親戚付き合いがなくなったりとかってすると本末転倒というか、本当は心があって仏壇とかお墓見たいって言ってるのに、親戚からするとこいつは心がなくて向こうに持っていくんだとかほったらかしてるんだみたいなことを言われてしまうっていう事実もあるので、かなり個別のパターンにこれは寄り添ってアドバイスをするんですけど、やっぱりこの県外にいながらもちゃんと自分は長男として責任を全うしたいっていうふうに話す方もやっぱりいるので、その場合にはやっぱり親戚とも話して自分の仕事をこうやってやりたいって、でも沖縄に自分が住んで仏壇とお墓を見るっていうのが一番なのは分かってるっていう、まずここは肯定して、一番なのは分かっているけど自分にもやりたい仕事があって、それが沖縄ではなかなか給料の面とか人数の面とかですごく少ないと。仕事がね。だから、できれば県外でずっとこのまま働いて、まあ、定年になってから沖縄に戻ってくるっていう方法を取りたいんだっていう風な話をすれば、まあ、もちろんぐちゃぐちゃ文句言ってるおじさん、おばさんとかもいますけど、自分の親とかだ、親の気持ちも聞けていいかなと思います。それがどうなのかっていうのがね。で、期間限定で出てる人もいますし、正直お父さんとお母さんがいて、お父さんとお母さんが亡くなったら自分沖縄に帰ってくるよって言ったけど帰ってきてない人もいます。でもそれってその時の状況判断によって予定はどんどん変わっていくので、一応自分が何歳ぐらいになったら沖縄には帰るっていう考えはあるんだけれども、その間行事をやることができないので、それは心苦しいからいい方向を考えているっていう風なのをちゃんと伝えて話をすると、きっといい方向に行くんじゃないかなと思います。まずこの仏壇誰が入ってるかっていうのを調べないと、何人に影響があるかがわからないんですね。聞けばいいか、影響があるか。自分たちの親だから自分たちの仏壇だよっていう人もいるんですけど、この他の人にとってもここの仏壇影響があるので、何人に影響があるかっていうのをまず把握した上で少し検討してみた方がいいかなと思います。今日は長男が県外に行ってしまってどうやって仏壇持つっていう方法について3選、3つの方法をお伝えしました。ということで今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただきありがとうございました。